児童養護施設とは、児童福祉法に定める、児童福祉施設の一つ。児童福祉法41条は、児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを擁護し、合わせて対処した者に対する相談その他の自立の、ための援助を行うことを目的とする施設と定義する。児童相談所長の判断に基づき、 都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。略して養護施設とも称する。厚生労働省では2016年の改正児童福祉法を具体化した新しい社会的養育ビジョンにおいて原則就学前の施設入所停止や7年以内の里親や居率75%以上など数値目標を定め施設に対しては 入所期間を1年以内とし、機能転換も求めている。この児童福祉法改正では、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決や里親による養育を推進することを明確にしており、これは国会で全会一致で可決された。家庭での養育を推進するために、里親制度の普及活動に取り組む児童養護施設長もいる。 ところで2019年6月交付の児童、虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法、等の一部を改正する法律により、令和4年度までに、児童の保護及び支援にあたって、児童の意見を聞く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する、仕組みの構築、児童の権利を擁護する、 仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。三重県では子どものアドボケート制度を試験導入している。2020年3月には堺市で NPO 法人で施設入所時の意見表明を支援する団体が設立されている。 イギリスにおいても長年施設ケアが中心となっていたが、ジョン・ボールビーの研究などで、施設入所が乳幼児に、いかに負の方向に影響するかの発表がなされ、脱施設化に舵を切った。また、1960年代以降は、避妊方法の普及や被着室市への偏見が減り、シングルマザーが施設へ子供を預けず自ら育てる状況となった結果も、相まって、 入院の入所者自体も減少し、スタッフや小児会の反対も減つつ、最終的に入陣閉鎖に至った。大手入院のバーナードス元代表、ロジャーシングルトン教は施設入所の早急な中止と、障害児も含めたすべての子供に小規模ホームなどではなく佐藤や養子縁組の家庭支援を呼びかけている。イギリスにおいては、ファミリーグループホームは、決して、 ファミリープレイスメントではなく中途半端な資源形態では子供のニード充足には不十分との判断がある。入所対象者は1歳以上18歳未満の幼児及び少年である。場合によっては20歳まで延長できる。入児は一旦入児委員への入所となる。2005年の児童福祉法改正によって安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な 場合は、入児も入所させることもできるようになり、同じように入児院では1歳以上の幼児を入所させることができるようになった。厚生労働省、社会福祉施設等調査では、2014年10月1日、現在、児童養護施設は590施設、入所定員は33,008人、在所児数は27,468人である。施設では、 自動指導員や保育士等が働いており、職員数は16,672人。厚生労働省、児童養護施設入所児童等調査では、2013年2月1日、現在、入所児童の平均年齢は11.2歳、平均入所期間は4.9年である。2016年度の総施設数は615となっており、うち効率は37に対し、 私率は578となっている。また、などを行っている施設も増加傾向にある。以前は、孤児院と呼ばれていたが、現在はむしろ孤児は少なく、親はいるが養育不可能になったため預けられている場合が圧倒的に多い。中でも、虐待のため実の親から離れて、生活をせざるを得なくなった児童の割合は年々増加している。日本では、 社会的用語の子供たちの90%が施設で、10%が里親等という形であるが、これは世界的にも先進国の中では、ややつな形で児童の権利条約の原則からも、外れ、権利委員会からも指摘をされているところである。ユニセフによると、子供が施設で暮らすことになる主要なリスク要因として、家庭崩壊、健康面の問題、障害、貧困、 社会的サービスの提供が不十分であることなどを示すとされている。ルーマニアの孤児院の児童数はかつての10万人以上から約7000人にまで急落するなど世界的には施設用語から家庭的用語へと移行する風潮となっている。今は引き取れないがいつでも会いに行けるようにまだ施設で預かっていてほしい自分で育てるのは無理だが手放すのは嫌だなどの親の意向から 里親や養子縁組が進まないことがある。なお、里親制度は特別養子縁組と異なり、里親は一時的支援を目的としており、里親と子供の間に新たな戸籍関係などは構築しない。里親支援者は一時的に養育をお母さんと一緒にやっていく、お母さんのサポーターとその制度を表現している。里親等への委託や児童養護施設入所措置を 受けていたもので18歳到達により解除されたものの、うち自立のため支援を継続して行うことが適当な場合には、原則22歳の年度末までここ状況に応じて、引き続き必要な支援を受けることができることとなった。厚生労働省では2016年の改正児童福祉法を具体化した新ビジョンにおいて、原則就学前の施設入所停止や7年以内の 砂糖委託率75%以上など数値目標を定め施設に対しては入所期間を1年以内とし機能転換も求めている。これにより全国児童養護施設協議会側は数値目標を掲げることに反発を示し新方針により児童養護施設は今後半数に減る懸念を表している。都道府県に示す要領案を検討してきた。 厚生労働省の専門家委員会では都道府県には数値目標の達成を求めない内容となった。これらの背景には急激な施設の方向性の転換に社会福祉法人が施設の有用性の問題から反発したこともさることながら施設入所者が減ることにより暫定定員が設定されて各施設の補助金が減額され、 さらにその後の定員削減につながり施設職員の雇用問題へと発展することも関係している可能性がある。暫定定員問題は同じ児童養護施設で入所者が年々減っている母子、生活支援施設の報告書に詳しい。ただし、施設入所の決定権は児童相談所にあり、佐藤や委託率も厚生労働省により都道府県別に公表されているため、 その進捗状況については可視化されている。全国児童養護施設協議会においても、反発のみではなく、平成29年度の事業計画において、小規模化、地域分散を見据え、また、地域家族や里親との連携、支援は、組むことについて、児童虐待の予防など、社会の期待に応える点からも、極めて重要と明記している。国外では、 子供の施設用語と里親養育に取り組む国際協会ファイスインターナショナルによると欧州の大多数の国では施設用語から里親養育に移行したもののユーロチャイルドとユニセフの報告によれば児童養護施設に措置される子供は増加しその数は脱施設化プロセス開始前より多いというファイスでは施設養育と里親養育を対立モデルではなく 保管し合うものとして捉えている。複雑な問題や行動上の問題を抱えた年齢の高い子供は、里親での家庭における親密な関係を形成する準備ができていないケースもあり、またグループホームの方がケアの質を保てるなど、治療的入所型ケア等が適している場合もある。なお、児童養護施設に入所する子供の大学、 専門学校進学率は十一パーセント程度に、対し、佐藤屋養育課の子供の大学進学率は、例年二十パーセント程度で約10、約十パーセント上回っており、佐藤屋課での養育の方が進学に適切な支援が得られている、可能性がある。以上のように、保護者の健康上、経済上の理由などで看護を受けられない児童、または保護者のもとで生活させるのが不適当な状況に、 あると、児童相談所が判断した児童。児童養護施設はその形態で大きく分けて、代謝性のもの、中社制のもの、小社性のもの、またグループホームがある。各児童養護施設形態の内訳は、全国で代謝性が370施設を占め、次に、小社性が114施設、中社制が95施設である。平成19年度社会的養護施設に関する、 実態調査施設定員規模は全603カ所のうち36カ所が100名を超えている。151人以上規模も2カ所となっている児童養護施設は社会的養護の施設等の中心的な類型である。社会的養護とは児童福祉法に基づいて保護者が養護できない児童を社会の責任で公的に育てる仕組みであり、児童養護施設のほかに入児院。 情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、佐藤ファミリーホームがある。施設別の社会的用護の費用比較では、東京都では2015年現在、次の通りとなっている。当事者自助団体、日向ぼっこ代表、広瀬さゆりは2007年9月7日、厚生労働省の第1回、 児童部会社会的擁護専門委員会において内虐待事件が発生した施設の多くが施設長や一部の配下の職員に人事権やケア方針などの決定の際権限や権力が集中しすぎていてワンマン独裁運営管理になりやすい体質が有料されます。また、世襲制や同族経営が多い民間社会福祉法人経営と事件発生の関係性などの課題は 触れてはならない性域として、タブー視されてはいないでしょうか。と発言している。児童相談所で、長年児童福祉士として働いた、山田徳治は高い志で、施設開設と運営をした初代から二代目施設長に移行することで、施設の私物化が起こったり、施設を経営の観点から捉え、措置姫宛に、児童相談所に入所児童措置を依頼するようになる、ことについて、 著書で触れている日本の児童養護施設は、その後から7割が、同族経営と見られ、施設長の妻が無給で、献身的に働くことにより、公立施設より安価で、効率が良いとのメリットも指摘されるが、同族メンバー以外が、上級管理職になりづらく、経営者にことを唱えづらいという問題がある。また、職員が、労働組合を結成しづらく自家時間労働に、 対して不十分な給与しかもらえないと感じるとも言われている。虐待事件をもとに、第60回記念大会全国児童養護施設長、研究協議会開催において、児童養護施設では、満床状態に加え重い心的課題を抱えて、個別的、治療的ケアを要する子どもたちが増加し、その養育に混迷、混乱が生じているのが現状だと認めている。 児童養護施設はいつの時代も社会で最も弱い立場にある子どもたちの権利を守り子どもたちの安心・安全の拠点であり続けなければなりません。という内容の子ども・家庭福祉の明日に向けた宣言が採択され、また全国養護施設協会によりすべての児童・養護施設に対して人権養護の自己点検に向けて本要項及びチェックリストが行われるようになった。 施設の課題や入所児童自らが自分たちのことについて語り合う全国児童養護施設高校生交流会も一時行われたが現在は途絶えてしまっている途絶えた背景は大会に参加した入所者が施設内虐待を訴えたが取り上げられず地元の報道機関にリークし暴露したことがあったため翌年から討論会が中止となりやがて交流会自体も 亡くなったとの経緯があった。なお、イギリスの夏施設下後の社会的養育の研究家である須崎哲夫は、ホスタリングソーシャルワーカー要請の質の向上が急務であると語っている。平成20年の児童福祉法改正で、基礎地児童虐待の通報制度が設けられ、虐待を発見したものや、虐待を受けた児童は、児童相談所等に通報または、届け出できることとなった。 虐待があったような家庭環境に起因するよりも、実際には、性暴力、暴力の加害者、被害者になっている子どもたちは、乳児院から養護施設に来て、引き取りの見通しもないままいる子どもで、かつての被害者が加害者になるとの実感を特定。非営利活動法人、キャプナ理事長が衆議院厚生労働委員会で、語っている。平成十三年度における非措置児童等、 虐待届けで当制度の実施状況については、全国の69都道府県市で受け付けた児童福祉施設等における避措置児童等虐待に関する届けで、通告の受理件数は193件であり、届けで通告者総数は203人であった。徳田岳志衆,衆議院議員は一件も報告がない件について、厚労省へ問い合わせた結果を、厚労省が通告内容や、 件数の確認を行ったところ、自治体によって、職員の対応に、ばらつきがあり、通告があった、際の対応や事実確認に問題がある可能性も、ある。虐待が確認されていない、自治体で、本当に一件もないとは考えにくいとしている。厚生労働省、第10回児童部会社会的、養護専門委員会においても、基措置児童と虐待届出制度の実施状況は、 これ自体が私は信用できなくて、私の知っている平成21年度の虐待が発生した件でゼロになっているというのはどうしてだろう。道とか、どことは言いませんが、あれっと思ってと、その信憑性について審議されている。本件については、毎日新聞が家庭内虐待などで児童福祉施設や里親家庭に保護された児童への虐待について、 2014年と15年の両年度に計144件あったことが児童相談所が設置されている69自治体を取材し判明した。施設内虐待の公表義務にもかかわらず、16、県市は一度も件数などを公表していなかった。かつ厚労省は自治体から報告があった件数などを公表していたが、13年度分を最後に公表していないと報道されている。 児童養護施設の子供は9.3%が中卒で施設を退所し、そのうち約半数が卒業の翌年度中に転職を経験している。高校中退は7.6%となっている。虐待や親からの意気などの理由で児童養護施設に保護された子供も施設対処後に生活困窮に陥りやすい。婦人保護施設長によるとそこで育った子供は進学しなければ、 中卒でも施設を対処しなくてはならず、10代女性では、行きずりに近い同性後に妊娠し、相手の男性は姿を消し、婦人保護施設に入所するという例は後を絶たず、そうでなくとも、施設対処後に生産業に従事して、未婚の母となる場合もある。傾向としては、婦人保護施設の10代出産利用者では、一人親家庭や生活保護受給者も多い。 これらの10代の母は生活経験が乏しく、低学歴、就労経験不足して育児に危険性が伴う。また、幼少期の愛着障害を抱えた女子は、無分別な社交性を身につけ、被護してくれる男性を求める者もいるため、時として、施設の男性職員と恋愛関係に発展させて、しまうとの指摘もある。代替養育環境に長期間いる。 子どもたちの措置解除後の状況は、生活保護率が、同年齢層の人口の18から19倍であり、施設を出た後には、頼れる親や家族がいない中で産んだ子どもを保護する、事例が、児童相談所や市区町村の現場では、頻繁に発生している。国際 NGO ヒューマンライズウォッチのレポートでは、代謝性中心の社会的擁護制度そのものに疑問を、停止。 複数の提言を行っている。その一つとして、入児を施設養育から家庭養育に移行するための確実な計画を立て、その一環としてすべての入児院を閉鎖することを掲げている。また、費用の観点からも、施設養育中心主義からの移行は、説得的であるとする主張もあり、例えば0歳から18歳まで大都市の入児院及び児童養護施設で育つならば、 一人八、三百七十三万二千円の経費がかかり、佐藤宅で生活するならば三千二百万円から三千八百万円で済むとの試算があるとしている。施設大量後に生活が立ち行かず、施設関係者に恨みを抱き施設長を殺害に至ったとみられる事件が2019年2月に起こっているため、大量後の生活支援を施設のみで支えるのではなく、 生活困窮者自立支援法に基づく救済窓口など様々な機関で支援していく必要がある。ありがとうございます。